こんにちは、すみやです。今日はニューシースターの第3回目です。シースターのね、ネーミングが分かりました。シースター S30 です。予想していた通りの30ミリの口径だっていうのが分かりましたね。50ミリから30ミリに口径を小さくして、小型で軽量でさらにお安いスマート望遠鏡の誕生のようです。もうすでにね、アメリカとイギリスの販売店で予約受付のようなものが始まっているような感じでしたね。アメリカコロラド州の販売店の情報によればですね、より小さくなり、より安価になるって書いてありました。今のシースターの値段よりかなり安い値段で販売されるんじゃないかなというふうに期待が高まりますね。口径はですね、30ミリとドワーフ3よりも5ミリ小さいんですね。そしてドワーフ3の前のモデル、ドワーフ2の25ミリより5ミリ大きくなるということですね。ちょうどドワーフ2とドワーフ3の中間の口径になるっていうのが面白いところですね。一番小さな口径はドワーフ2、そしてその次にシースター S30、 そしてドワーフ3の35ミリということでね、5ミリ単位でスマート望遠鏡の選択肢が出てくるということになりますね。はい、バオニスからヘスティアっていうのが発売されているのかな。それもね、30ミリだったのでほぼ同じような性能じゃないかなと。ただしあれはね、センサーを積んでいなくてスマートフォンのカメラをセンサー代わりにするということですから、ちょっとねコンセプトが違うんですけれども、似たようなね30ミリの口径で撮れるということで言えば、ヘスティアなんかもね、ライバルにはならないかもしれませんが、似たような口径サイズになってます。スマート望遠鏡のねラインナップがものすごく広がりましたね。最初はねベスペラとシースター S50 で50ミリで爆発的に広がったと思います。もちろんねそれ以前にもいろんなメーカーからスマート望遠鏡は出ていたんですけれども、やはりね世界的に爆発的に売れたのはやはりシースターとドワーフ2がね最初だったと思います。ただドワーフ2はやはりね本格的な撮影には向いてなかったのかもしれませんが、ドワーフ3になってシースター S50 と匹敵するぐらいのね性能を持ってきましたので、10万円以内のものに限るとですね、この3つの中から選択するのがいいんではないかなというふうな感じがしますね。はい、やはりシースター S50 の50ミリの口径は魅力です。ただ重量とサイズがね、やはりドワーフ3とか今度出てくるシースター S30 に比べるとかなりね2倍ぐらい大きいので、コンパクトで持ち運ぶという点で言うとドワーフ3とかシースター S30 が非常に大きなね選択肢になるんではないかなというふうに思います。まあ、車でね移動する方はね重い天体望遠鏡を持っていきますが、電車とかねバスとか、あるいは徒歩で山登りをして山頂近くで天体観測をしたいという場合にはね、ドワーフ3かシースター S30 が非常にコンパクトでいいような感じがしますね。はい、皆さんはどれを選択しますか？まだねシースターの予約販売は日本では行われてないのでどうなるか分かりませんけれども、今の情報ではねかなりお安くなるという話のようですから、それに期待したいと思いますね。そしてシースター S30 よりも口径の大きい、一回り大きいドワーフ3もね非常にインパクトのある製品になっていますので、こちらはねもうすでに予約販売が行われてますので、概要欄からね予約購入サイトに行けますので、ぜひそこで予約をしてみてください。本日の動画は以上です。チャンネル登録、
グッドボタン、メンバーシップよろしくお願いします。さよなら。えい、えいと。